7月からの土曜の夜は働かない、絶対に働かないと決めた男がいる。彼はひもめん。全ての愛と時間を彼女に捧げて生きる彼はひもめん。彼女を苦しめる全てから守る働き方改革時代のニューヒーロー、ひもめん。楽に生きるのは楽じゃない。